今回の企画はドレミの歌ドッキリ。はい、ルール説明なんですけど、はい、今から皆さんには2週間期間をあげますので、はい、好きなタイミング、僕たちが他の企画やってる時でも休憩中でも、はい、寝てる時でも、いつでもいいんで、はい、ドッキリを好きなタイミングで仕掛けていってください。うわっ、みたいなっていうのは、それはもうどんなドッキリでもいいんだ。そう、どんなドッキリでもいいんやけど、はい、ルールとしてはドレミファソラシドに当てはまるドッキリをしてください。なるほど、はいはいはい。例えばドやったらドラム缶がなんとかとか。レはレはレは、いや無理っていうのを、まあそれぞれ振り分けるんで、はい、と好きな時に取っていってください。はい、では早速やっていきまーしょう。プラプラブ、どう開けたらクリームを。目はレモンの水ぶっかける。みーはみかんのジュース激まずよ。イエーイ。タコくん、大丈夫。ああ、お前いきなり画面にバーフーさ。くれって。頑張れ、頑張れ。はい、じゃんじゃん。なんこれ。てってれそうは、わんこそばのそばだす。あの、真ん中がずれてるって。うわぁ、やば。うわぁ、なにラーはロンドンするから虫大量だなぁ。うっそ。プラプラブ。はい、ということでドッキリ仕掛け終わりました。はい、よいしょ。どうだった？いや、意外と大変やったね。ね、ほんとに。いや、そわそわした。いつ来る、いつ来るみたいな。はい、ということでドレミの歌が完成しましたので、はい、早速皆さん見てください。どうぞ。ドーはドア開けたらクリーム砲。ではレモン汁。みーはみかんジュース激まずい。パーはファンタのパー。大事！大事！大事！そーはわんこそばがお酢のそば。ラーはランドセルから大量の虫。何？何？何？死は死んでいよう。さあ歌いましょう。ドレミファソラ
ち、ど、そ、ど、どよいしょおーい、いや、どうやった ?2 週間あのね、忘れてた、すっかり、さっぱりかけるのも、仕掛けられるのも、かけられるのも、どっちも忘れてた全部忘れてたえ、でもメンバーによって色が出たよね、ドッキリの確かに、ね、あー、確かに俺結構さ、レモン汁だったり、ファンタだったり結構、過酷なやつをやったりしかも、ヤス君の仕掛けるの全部シンプルレモン汁、ファンタ、そう、もう全然もう単語だけ歌も単語ひねりなくね、やっぱシンプルなドッキリが一番楽しいでしょストレートにね結局まあ、あの2週間期間空けたんですけど、はい、最後の1日とかにドッキリが密集するっていうもう締め切りギリギリにみんなやっちゃうようになりましたね、はい、でもうみんな今日来る今日来るちょっと構えちゃったよね最終日はねはいということでドレミの歌面白かったなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録とそしてコメントよろしくお願いします他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてくださいせーの待ってるよー